高速メイクしないと間に合わないです。お風呂入りましたよ。もちろんちょっとスポンジ濡らしてくる。チキンラーメンとかならさ、いける？チキンラーメンなら何かしないかな。めっちゃ芋なんかお腹が空いて気持ち悪いのか、胃もたれしてて気持ち悪いのか分かんない。雨ありがたこま。でもど何が一番今食べたいかって言われたら肉まんとかおでんとか。いい推しの日、あ、懐かしい。でもカップ麺しかないから、置いてないから、今はまだお弁当はまだ来ないからどうしようみたいな気持ち。寒すぎ。今日のお弁当予想しようよ。私の予想はカレー。前もカレーって予想したから多分違う。いや、前すき焼きだ。食べた。良すぎ。大好き。
パスタは好きですけど、マジで最近胃もたれやばくて悲しいの。確かにギルティーなものはね、食べなくなると痩せるからいいんですけど、私は好きなんです。やっぱり結局ギルティーなものが食べないと食べた感じしないから。私もなんで胃もたれするのかわかんない。でもなんか本当に脂っこいものとかもマジですぐにダメになっちゃうんですよ。だってしばらく二郎系も食べてないし、ラーメンも食べてない。フォーとかなら食べてるけど、そう、やっぱ紅葉ってまだマモ、マモ見に行きたい。季節感じてこ。東京マモ。まあ私は昨日クリスマスできてめっちゃ満足してるんですけど、なんかもうなんなら壁に光る何かをつけようかなみたいな、めっちゃ探してるしてる。例えばクリスマスツリーとか飾ったけど、きなこは無事そうです。なんだかんだね、いい子です。今んとこね。楽しすぎてメイク道具が固まっている。でもなんかフランフランはすごいオーナメントとかも可愛いのがいっぱいあって、
最高。クリスマス終わったらもうすぐに年変わるじゃないですか。冷静にやばい。この間お正月だったよ私。そんなになんかそんなに なんか気づいたら年が変わりそうになってる。そんなにいろいろしたっけか。したか、ツアーしたよ。一年中ツアーしてる。本当にそう。悲しいからいいけど。松葉前なので、うん、まつげが終わってる。デカリボンアマゾンだよ。っていうか沖縄の服ってどんなの着たらいいんだろう。でも長袖は暑いよね多分。どうなんだろう。周年ツアーフェスツアーってことか。薄手のもの。やばい、エアコンが本気出してきた。急に？いつも急に本気出すじゃん。え、今週なのやばい。ちょっと待って、何も準備できていない。服がわからなすぎ。困ってる。
むずいけ。暑いは暑いんだろうけど、服が何着たらいいか分からないです。服あるけ、あるけな。九州まだかまだ寒くない。そうなの？うちには川口という晴れ女がいますから。台風吹き飛ばすって言ってたよ。左側もまつげなさすぎるでしょ。どういうこと？やばい、暑くなってきた。本気出しすぎ。片方だけつければいいんだよ。ちょっと待って、ねえ、頼みますだよ。本当に神頼みならぬなっちゃん頼み。いい子にしているんだ。行かないぜなんてもう終わった瞬間に雨降ってたよね。すごい逆に。昼間が半袖、朝晩長袖シャツ。シャツでいけるの逆に。朝晩って長袖の。全部バランス崩して、ああもう終わったね。それひっくり返したってことでしょ、鍋を。それはね、片付けないとそのままなので、片付けないといけない片付けないと一生そのままになっちゃうので片付けましょう。
当たり前のことをなんか言っちゃった。はい、終わりメイク。ちょっとキャンディー食べるわ。酸っぱいマンキャンディー久々に食べる。なんかこれめっちゃ好きで、ちっちゃい頃めっちゃ袋買いしてたんですよこれ。でもなんかその砂糖だから、黄金と糖だからめっちゃ肌が荒れるの。荒れてたの。私はママに禁止令出されてたんですよ。没収されてた。めっちゃ食べてたの。レベチで食べてたんですよ。おかしいぐらい。同じものをね、いっぱい食べちゃうっていう癖があって。今もだけど。寝癖。巻きます。このトーディガン ねえ、やばい。リングライトのさ、電源のとこ穴開いてんだけど、誰ですか？そんなことある？どうして？きなこじゃないですよ。これ私のじゃないもん。
誰ですか？こんなことある？焦げてんの？私リングライト使わないんですよね、お花つかんじゃうとき。つけない方が漏れる。今日はおぎちゃんがさっき言ったよ、おはーって。なんか本当にこんなことある？電源のところ穴開けてますやん。そんなさ、なんか全然消えなくてめっちゃ怒ってさ、なんかもう思いっきりペッてやったのかな、誰か。やばい、本当に。でも綺麗になんかもうこの口の先っちょでピエッみたいなくらい破れてる。すごい強すぎ。爪でもこんな、小指の爪とかのでけんのかな。穴が開くような素材してないですけどね。2部から行く。お、寝坊しちゃダメだよ、今からまた寝てとかで、あやばい、3分の時間になっちゃった。眠気マックス。2部はでも12時からか。いけるよ、一回寝れる。寝な、寝て。寝て。12時なら起きれるよ。絶対に。お昼だもん。いやだってさ、しかも1時間ぐらい猶予があるじゃないですか、締め切りまでの時間。絶対起きれるよ。一部寝坊はわかるけど、あと時間間違えちゃったのわかるよ。ややこいもんね、なんか絶妙にね。わかるわかる。お昼に寝坊はちょっとよくわかんないですけど、時間間違えてたは分かるよ。仕方ないね。でもアラーム3つぐらいかけて寝たら起きれます。
マジでお家のクリスマスゾーンが可愛すぎて、なんかもう昨日拍手してた一人で、きなこが写真に、きなこがなんか座ってくれて近くに、もう写真撮ってた、いっぱい。そんなんばっかして過ごしてますわ。いけ前髪、いけ行くんだ。どうでしょうか、本日の前髪の調子は。あ、ぼちぼちですね。作りやすいんだね。すごくない？最速めっちゃ早い。昨日が最速だったかも。昨日マジでめっちゃ早かった前髪。こって一回通したらもういけるみたいな。ちょうど時間だ。ラッキー。ラッキーとは。今日はロゼのワンピースです。でもロゼ新作出るよね。マジ楽しみ。何が出るかは知らないですけど。チラ見しか。イベント予想はカレーでも違う気が気もしてきた。よし、時間なので終わります。スタッフさんがいらっしゃるので、じゃん。今日の私、会いに来てね。間に合った。ギリ。よろしくお願いします。13位ジャンパーボーイ、12位ルタ、11位ミオ、10位カリマワ、9位タカヒロ、8位ユータ、7位カズビー、6位シバゴイ、カズナリ、4位シゲ、3位ナナイドちゃん、2位アム、1位マサさん。ありがとうピコリン。早起きありがとう。今日お休みの日だよね。赤い日、祝日、ありがとう早起き。ではお待ちしてます。おやすみ、寝坊しちゃダメだよ。バイバイ。